い。カモメさんとうまいね。見てるとすごいね。あ、日本人、あ、ごめんなさい。日本人でした。はい、ごめんなさいね。ジャパニーズ。ジャパニーズ、国士官の魂。私はね、国士官ですよ。士官。国士官大学ね。あそこの、政経二部です、二部。バカだから二部しか行けなかったから。自衛隊から行ったんですよね。自衛隊から行くと、無試験です。え、ね、無試験で入りました。はいはい。学校の勉強何もしないです。行っただけ。先人じゃなく、町人ですよ。大丈夫、大丈夫。そこまで行ってないから。学校行って本を一回も買わなかった。4年間大学で本一冊も買わない。こういう学生もいないよね。全部人の横に座って、人の本見せて。試験になるとこういうね、本がないから。え、全部カンニング。え、後ろから落ち着いて、おい、早く教えてごらんって。前のやつ、勉強できるやつ、後ろ。席は十字だよね。順番じゃないんですよね。あ、大学っていいですね。席は順番じゃなく試験受ける。ね、適当に座って、座って、で勉強できるやつのとこ行って、この野郎てめえ教えへんと、後で前、ぶっぱさくぞ、なんて、脅かしちゃったりなんかしてね。そんなこと脅かしやってたから、こんなになっちゃったから。はい。どうすか、ほら。さあ。気持ちいいでしょ、さあ。うんちがパーッと出たみたいだからね。さあ。で、横のスライディング。斜めには上がれないんですよ。これ残念だからね。これ、気流を使うと上がれるんです。だけど、この、スーッと降りるときはね、気流いらないんですよ。さあ。といてって、そこでこうしながら、クッと変えるんですよ、私。で、キュッと持ってきて、こういう風にやるんですね。カモメさん、よく見てください。で、グーッと行って、ここでね、クッとやって、これでスライディングしていきます。で、ずーっと行ったとき、クッとこうやって、そこでこうやって反転して、こうなるんですよ。わかりますか？勉強になります？こうやれば人生もこれと同じことなの。カモメのごとく、スライディングをして、シャーッと嫌なとこ逃げちゃおうと。で、シャッと戻って、シャー、シャー、シャーっていう。で、波動を使って相手をちょろまか、ちょろまかしちゃダメですよ。相手を喜ばしてあげる。ね。あって喜ぶでしょうが、気がバンバン入る。ぐわー、リンリンさんなんてこれ大変だわ。ぐっ。はい、もう左の肩、あったかくなっちゃって、ぎゅーっと入ってくるわ。ぐーっ、なんか入ってくるリンリンさんは、左の肩が、カモメするんですよ、スライディング。よーく見てくださいよ。よく見るとしてるんですよ。さあ。グライダーこれやったら落っこちゃそのままストーンって。ね。はい。勉強になるでしょう、リンリさんは。リンリさんは、肩からほら、肩からシャッとほら、入ってくるほら、なんかが入ってくるシャッ。ところが、リンリさんの心臓の上でピトッと待っちゃうよ。あら不思議。そっから降りない。なんかが降りたでしょ。だけど、心臓のとこで止まっちゃう。わかるでしょ、リンリンさん。ほら。ほら、入ってくでしょ。うーっと、あそこが。あったかいの。あ、そう、木だよ。ぐっと入るね。ずーっと降りていって、心臓の上でピトン止まっちゃったから。もういくら私が入れても降りない。なんか気持ち悪いでしょ。なんか、気詰まり、踏ん詰まりって。心臓の上でなんかくるくる回ってない？そっから下へ降りない。絶対降りない。あなたが何やっても降りない。ところが降りる方法があるの。これが不思議なんですよ。ほら、木ですよって人もこれ持ってくるほら。アルミホイル。弁当箱包むほら。おにぎり包むでしょ？これこういうだけちょん切って台所から持ってくる。はい、お母ちゃんがアルミないかって急いで持ってくる。そうすると今、心臓の上で止まったのが、シューッと流れる。共通点何もないですよ。ミスターマリックさんは素晴らしいです。私はちょろちょろです、その、明日は終わらせるでしょうが、心臓からスライディングしましたでしょうが、これ当てると。ほら、わかるでしょ？カモメなんて、絶えずね、アルミホイルを足に持ってるらしいですよ。それで、スライディングできないときアルミをパッて広げるらしいです。そう、さーって。アルミを使ってスライディングするっていうのはどうだか本当だか知りませんけど。ほら、人間はそうやってスライディングができる。ね。スライディングしたらそれどこ行く？
左の足にストーンと降りる。はい、左の足から抜ける。どこから抜ける。かかとからストーンと抜ける。これどんどん抜けるようだ。足がすごく楽。どうしてほら。ほら、リンリンさん。体が熱くなっちゃったほら。左側が火の車ぐらい熱くなったほら。あらま不思議。で、呼吸がすごい楽でしょほら。はい。ほら、吸ってみな。スースー呼吸が入る。不思議でしょ。どうですか？左の足暖かくなってきたほら。しょ。左の腰が痛くない。あなた腰も悪かったほら。ほら。手も悪い。左の手ちょっとおかしいだろ。今治ってたほら、それが。それはなぜかっていうとね、面通りがつくでしょ。サブ通りからエネルギーを拾ってくるのかってな。で、肩の、手からこう、悪いとこ拾い上げて、右左の肩から額に流しちゃってるんだ。じゃあ、足からみんな、右左手が悪いのが、じゃあ、今楽でしょ、ほら、左手が。おー、そうそう。これな、快適な気持ちです。これ快適っていうものは、ちょっと漢字が苦手で、これね、難しいのか、ひらがなで書いて、自分の中で開けたか、そう。それはなぜかっていうと、心臓の上をスライディングしたからです、木が。はい、すごいですよ。これはあなたの勝ち。自分に勝てたんです、ほら。スライディングする技術があなたに覚えちゃった、ほら。なんか悪いことが言ったら心臓に置くんですよ。さーっとスライディングして、嫌なことが左の足から逃げちゃう。あ、爽快、上がりました。爽快って言うんですか。はいはい。気を使わせちゃう。あ、爽快ですか。よかったね。ほら、左の足が痛くないでしょ。ほら、腰も痛くない。素晴らしいです。左手も良くなっちゃった。ほら、彼女と手繋いでもいいよ。今まで繋ぐとなんか、彼女の気が入ってこないような子が来たけど、今度は順々入ってくるわ。素晴らしいね、ほら。え、右だけ半分おかしい。直す？どうする？そのままで帰っちゃう？爽快っていう、昔爽快っていうあれ雑誌ありましたよ。あ、いいなんて簡単簡単。いい直っちゃよし、行くぞ。新種、クロス電気ショック療法、変形をやります。行きますよ。行かない？行くぞ。おい、左の肩から入るぞ。が、ぐっと手がめり込む。ぐり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 、両方の手めり込ました、ほら。横、方向、大事なところだ。ほんと足からやるから。変形、クロス電撃ショック療法。これわかるか？ほら、肩からなんか手、肩の中なんか入りました。オッケーオッケー。ほら、くくくく、肩でこうやってる、ほら。ほら、顔負けだ、ミスターマリック。おう、おう、ぐいぐり、ほら、わかるか、これ。ほら。ああ、リンク、リンさん、リンさん、ほら、ググ、これわかる？ちょっとここが大事だぞ、リンさん。これがわかんねえと、針が出てもダメなの。わかる？ほら、これ、ねじってるの、肩の中が。ねじられてた、リンさん、ほら。いやちょっと触るぞ、いかい？はい、電気ショック、バリン。これわかるか、リンさん。陽と陰が触るぞ、いか。はい、触った。パチンっていうのわかるか？じゃあ、肩はいいんだから、わかるか、ここで、これがわかんなきゃ、針出してもダメなの。あ、パチン、わかったろ？ショックわかる？ビビーンと電気。よし、針が出るぞ、ビーン。こっちは陽極、陰極。行くぞ！はい、ドライブ。グイーン。よーら、グイ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 。行くぞ！リンさんの胃に、上陽に右の手の陽が刺さる。ブサ刺さった。はい、左が下の下葉に刺さる、ブスッと、お、電圧がかかる、ほら。今、胃がどうだ、ほら。この手見ろ、ほら。グリ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 。どうなった、ほら。手がどうなった、ほら。N 極目です。いいや、目なんていいや。後でやるから、肝臓もやってるから、目も良くなる。どうだ、ほら。胃に刺さってるだ、ほら。グリグリかき回す、ほら。胃の中をグリグリやってる、ほら。ほんまにでけえ声出せねえ。これわかるか？ちょっと小さい声である。グリグリ、そうそう、グリ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 。あ、じゃああなたじゃねえよ、リンさんだよ、ほら。
あなたもなってるだろ、ちょうどいいや。ゲップが出ちゃった。俺、兄さん、兄さんはグリグリしてたろ。どう、これわかるか？胃に刺さってるほら、リンさん、リンさん、グリグリやってるほら。わかる？ぐーさ、じゃあ抜いて刺して、ブツブツやってるほら。ブツ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 ほら刺す。リンさんどうした？ブツ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 、ほら。強めに、よし、わかった。グン、グン、リンさん、痛いだろ。ググググ、かきました。ググ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 。リンさんどうだ？ほら、ねじってあげる。最後、リンさん行くぞ。陽と陰が接触するぞ。バチョン。ほら、接触したぞ。胃の中でグリグリかき回してよ。よく見ろら。リンさんの胃がかき回されてるんだから、ほら。どうだい、リンさん今。胃がどんな感じ？コメントを入れる、コメント。早く入れる、入れる。N 極が強めだそう。よし。S 極で押し返してやる。ブー。こっちが N 極、N。S 極で、よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。兄さんどうだ？あ、違ったか、花さんか、これ。治りました？良くなった？意外、一気に離れる。電圧が上がる。バチン。ほーら、抜くぞ、ぐーっと抜いて。今度は、あなたの肝臓をめがけてドライブする。肝臓行くぞ、ほら。あなた目が悪いだろう。か？肝臓にぶっ刺す意外？下葉にブス刺した。上葉にブスが中でかき回す。肝硬変。肝臓癌。何でもこれで良くなる。ほら。グリ。肝臓がどうなったほら、今。ほら、あったかいだろう。ビャンビャン電圧がかかる。ビンビン電圧がかけてる。ほら。肝臓があったかくなる。グイ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 。ほら。見られない。見抜かれてよ。当たり前じゃない、お前。何でも分かっちゃうんだよ、私は。いいか？これやると目が良くなりか、今見てろら、ぐりぐりかき回していくと、目がはっきり見えるようになってくる、ほら。目治療してねえぞ、ほら。肝臓を良くしてる、今。ほら、肝は目に宿る。おい、よく見てほら。ぐりぐり中かき回してる。ぶつぶつ刺しで刺し。お、ゴンゴン刺しっこ刺し。お、こう、どうぞどうぞ、ほら。どうなったの、あれ、リンさん。肝臓は熱いか、ほら。どうだ。どのぐらい暑いほら、兄さん、ほら。バリバリ暑いだろ、兄さん。はい。兄さん、どうかな、ほら。どんな感じ？あ、あったかいでしょ、ほら。治りました。目良くなった？はい。野一子さん、これ、くしゃめ通ってるしね。はい。治りました。目、どうだ？感知いたしました、目。オッケー。抜くぞ。ビョン。はい、行くぞ、ほい。どうだ、胃と肝臓完璧。終わった？あれ、あれ、チェック取ってねえな。まあいいや、この後取り。どうなった？ほら。はい、リンさん、リンリンリン。リリンのリンのリンリンリンとは、感知しました。オッケー。それで、こっから下がダメ。なんか、こっから、ダメじゃねえ。こっから下が調子いい。調子いいでしょ、首から下が。こっから上がダメだろうな。今変な感じだろ？リンさん。どうかな？変な感じでしょ？あ、なんかぼやっとしてたろ？それは、リンさんが、いい、こっちも良くなっちゃったら、じゃあいいや、そのままで。良くない時は、そこを取り除けばもっといいんだけど、はい。じゃあ、これで終わりましょう、皆さん。ね、これで終わりましょう。リンさん、よかったね。はい、野石郎さん、取っといて、べーって、そういう取る間、時間置いとくから。ぐーっとスライダーしてビーって5、6枚でいいや。そうすると、リンさんのこの音声、俺が喋った音声で、これは多分通ると思うな。お次の方どうぞ、もう俺やんないの。これで飯食いに行くの。当たりました、OK。はい、リンさん。よかったね。あなたで終わり、今日は。今日の夕方の終わり、9時からまた始める。皆さん、具合が悪い人は9時にまた来てください。はい、さようなら、バイバーイ。